どうも、目玉 YouTube チャンネルです、今回はですね、つくしめだかさんの、飼育場にお邪魔しております。つくしさんといえばですね、先日の、第1回全日本最良メダカ選手権ね、だるま部門優勝と、メダカのね総合3位ということで素晴らしいね、成績を収められましたということで、で今回ですね、つくしさんの方で、初めてねリリースされる、メダカを、撮影にね私、やってまいりましたので、そのメダカをねご紹介していきたいと思います。でははい、こちらがつくしめだかさん最新作のブルーウィング SW です。こちらの特徴を、つくしめだかさんに解説いただきたいと思います。こちらどんなメダカになりますか？はい、ブルーウィングなんですけども、まあ、光体系の、スワロータイプの、はい、これはマリアージュ掛けになるんで、はい、まあ、マリアージュロングフィンの光体系のスワローみたいな感じになりますね。で、まあ、あの伸びた軟条まで光って、まあ、そこが青く光るっていうのが、はい、従来のそのスワロータイプのメダカとはちょっと違うところになりますね。まあ、もともとこの光体系のスワローのミユキっていたんですけど、まあ、伸びてる部分にはまあ、光が乗ってきてなかったんですけども、まあ、そのグアニンが強い品種を使うことで、そこまで光らしてるっていう、はいはいはい、表現になってきます。なんかスワローってなんかちょっと透明にこう伸びてるような、はい、そうですね、うん、そんな印象ですけど、はい、確かにこう光って伸びてるっていう、はい、光って伸びてるっていう感じです。はい、はい、はい、あとですね、まあ、あのオスのヒレ先とかって水温が上がってくると、まあ、ピロ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 伸びてくると思います。はい、これですね。はい、今年の、まあ、夏までなんで、まあまあ、まだここからあのさらにゴージャスになってくると思います。はいはいはい、尾びれ一周でさらに伸びたところが光るっていうのはもうほぼ全部。あとあの一番これいいのがですね、狭がりがかなり少ないです。あのざっくりすくってもうこれダメやろっていうのは多分100匹に1、2匹だと思います。はい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 、でわずかな曲がりが、まあ、そのうち2割ないぐらいなんで、もう光体系としてはもう普通体系並みにあのかなりあの選別落ちが少ないっていうメダカになってますね。それはもうすごいありがたいですね。うん、まあ、これちょっと斜めから見るとこう上身でもなんかヒレ伸びが楽しめそうな感じがするんですけど。あ、そうですね、あの上から見ると伸びた部分尾びれとかもやっぱ透明じゃなくて光ってるんで、従来のものであるとですね近くに行かないとヒレがヒラヒラしてるのは分かんなかった。透明でもあのヒレ光がたなびいてるんで、でメラビレの方にもですねやっぱあのヒレこう入ってくるんです、ね、はい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 、全部が全部はまだ入ってはいないんですけど、まあ、あのそこそこグアニの強いことは胸びれにもしっかり入ってきておるので、まあ、上身でもあの結構楽しめるかなと思います。これはなんか、ね、もうあの上身も横身も本当楽しめるような中になってると思います。まあ、これからね、流行っていくようなヒレ変化のね、楽しめるメダカになってると思いますので、ぜひね注目していただけたらと思います。はい、今後もメダバ YouTube チャンネルはですね、メダカをメインに映すチャンネルとしてですね、皆さんにねぜひご紹介したいメダカを、紹介してまいりますので、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。